ビビファイボーカルスクール講師のみっこです。今回は雑談とさせていただきたいと思います。チャンネル登録していただいている皆さん、ありがとうございます。皆さん歌がきっとね好きなんですね。なんかとても嬉しいです。そういう方とつながれてね、こうして YouTube 越しで、皆さんとお顔を合わせられるのとても嬉しく思います。引き続きこのみっこのねボイトレチャンネル、よろしくお願いします。ということで今日は雑談です。今ちょうどねレッスンを終えて帰ってきたんですけれども、帰りのね車の中で、本当に歌がうまいってどういう人のことを言うんだろうって改めて考えながら帰ってきました。皆さんは歌がうまくなりたい、そう思った時にどういった点を向上させれば人から認められると思っていますか？私はね、これもね、長年課題としていろいろ向き合ってきてはいるんですが、今ね、この年になって、結局これなんじゃないかなと思うのが一つ答えがあるんです。それ何かっていうと、歌唱力って、こう、一番多分皆さんが意識されてるのって、ピッチが安定していることなんじゃないかなと思うんですよ。あの人は歌ってて外さない。だから上手い。そう思われてる方きっと多いと思うんですけど、私はね、あ、これ前も YouTube で話した気がするな。まあ、ちょっと同じこと話しちゃうかもしれないんですけど、やっぱね、今になっても、こう、ってこう自分の中で答えを出そうとすると、一番メインだってね、こう大きく出てくる答えが、その人の自信と個性、この2点なんですよ。その人に自信があれば、自信がある人って声量も伴ってくるんです。なぜなら自分の歌聞いて、私の歌素敵でしょ？俺の歌素敵でしょ？っていう自信とともに声量もしっかりついてくる。っていうことがね、私あると思うんですよね。で、ある程度歌いこなしてくると、自分の歌に色気をつけたくなるので、その色気が個性になるという点、この二つがね、やっぱり大きいんじゃないかなって私は思っております。皆様どうですか？いくらピッチが安定していてもうまいって感じる。私ね、ピッチをきれいに取ってる人で、わあうまいなって思う人ってそうそういないんですよね。なのでね、ピッチの安定というのはやっぱり第一前提で発声練習なんかも基本もちろんやるんですけど、そこを乗り越えた先に待ってるのが個性っていう山、壁がまた待ってるんですよ。なのでなるべく早くピッチの安定っていうところに行き着いたら、もう次すぐ個性に取り掛かった方が私はいいと思うんですね。じゃあその個性どうやって伸ばすのかって言ったら、どう頑張ってもね、個性って自分の中で引き出すのって難しいんですよ。じゃあどうしたらいいかって言ったら、やっぱり自分の好きなアーティスト1人2人じゃダメですよ。3、4人、5人、6人並べて、その人のどの部分の歌い方が好きか、その良い部分をパクる、真似する、そしてそれを自分で歌って一つにした時にあなたの個性になるっていうのをちょっとね、今一度頭へ入れてもらって、その真似していただいてきたものを自分なりに一つにするっていうね、あのアレンジちょっとやってみてください。他にもまだまだ歌うまと呼ばれる理由いくらでもあるんですけど、やっぱり私はね、一番苦労したのが個性でした。本当に。なのでピッチの安定っていうのは常日頃日常やるもの、その先にまた立ちはだかってくる壁が個性だということをちょっと覚えていてください。今日はそんな感じの雑談になります。はい、一生懸命ね歌練習して上手くならないってこうわーってなってる間って一番基礎発声をやってる時期なんですよ。で、さっき言ったことで言えば、ピッチの安定とかに時間をかけている時が一番歌うまくならない、どうしようってなっている時なんですよ。でもその先にはまだ全然もっと大きな壁があるんだぞっていうね、ちょっと酷な話をしてしまいましたけれども、
まだ先があるっていうこと。で、先にでも、このピッチの安定をすっ飛ばして個性っていうふうに言ってしまうと、もう喉に負担がかかってくるっていう事件が起きてきますので、それはそれでダメなんです。まずは発声から。発声が安定してできるようになったら、個性というふうに移ってってみてください。発声等々のね、こういった基礎、こうやって安定した声は出すんだよとか、いろんなね、動画過去に上げてます。今もね、ちょっと自分のチャンネルを開いて見てるんですけども、私がこう今まで上げさせてもらった中で一番再生されているのがおそらくこれかな。安定した歌声の作り方つってこうね、日本人骨格が狭いので外人のように響きのある太い声を出すにはお口の奥のスペースをたくさん使って響かせましょうっていう内容をやってる動画が一番再生されているようです。それ実際ね、私本当におすすめの動画なので、もしよかったら遡ってそちらも見てみてください。このビビファイボーカルスクール発表会が開催されることになりました。5年ぶりよ、5年ぶり。これがね、来年1月21日、2024年ね、1月21日に、埼玉県蒲生にあります、蒲生駅にありますアビーロードさんというライブハウスで発表会開催します。私のレッスン一度でも受けてくれた方がその発表会には出れるよっていうことでね、こう気軽にみんなでワイワイわちゃわちゃと歌好きが集まって、歌のね、みんなのいい歌を聴きながら美味しいお酒飲みながら一日楽しもうよなんていう発表会がありますので、ぜひね、あのオンラインで参加してくれた方もその出場権獲得できますので、オンラインでもレッスン受け付けてしておりますので気軽にお申し込みください。そしてちょっと簡単に最後にね、これだけお伝えさせてください。10月9日月曜日祝日、私誕生日なんですけど、この日に、私の好きなアーティスト9組をゲストに迎えてトーク&ライブの面白いイベントやります。9組のアーティスト、一つ OA がちょっとねおふざけなんですけど、あと8つは本格的に、もう本格的に活動されてるアーティストばかりです。皆さんの歌の参考になるような素晴らしいアーティストたくさん出ますので、よかったらそちら会場に足を運んでくれても嬉しいですし、場所はね、浅草のゴールドサウンズ、浅草ゴールドサウンズというライブハウスでやるんですけれども、この日はね配信があるんですけど、配信無料でやります。なので私が今言った8組の素晴らしいアーティスト出るよって言ったこの8組のアーティスト、なんと無料で配信で見れますので、概要欄に当日10月9日夜だいたい5時過ぎですね、そのイベント開催されます。その URL にこうクリックして入ってもらえれば、そのライブ模様が見れる、トーク模様が見れるっていう企画になってますので、よかったらぜひ覗きに来てください。ということで今回はね、歌唱力ってなんだろうな、やっぱり基礎発声がもちろんなんだけれども、その先にもっとでかい壁が待ってる、それが個性なんだよっていう話をしてみました。個性についてどんな種類の個性があるかっていうのは、いろんなアーティストを例えでね、また今度新たに動画撮りたいと思います。はい、実際私が30年以上歌ってきて一番悩んだのが個性です。個性は本当大変、でもこれを掴んじゃった人って本当に長く愛される歌を歌う人になっていくので、そこみんな無視しないでください。どんなにねカラオケが好きで、私は一般人です、僕は一般人です、ただカラオケが好きなだけですっていう方でも個性って大事ですよというお話でした。それではまた来週お会いしましょう。みっこでした。個性磨いてください。またね。チャンネル登録お願いします。